ハンド全力は2020年7月31日公開の日本映画監督は松井大吾震災後無気力となっていた熊本の高校生が SNS に投稿した過去にハンドボールしていた時の写真がハンド全力のハッシュタグと共に反響を呼んだことで廃部目前のハンドボール部復活に向け奔走する姿を描く主演は 本作が7年ぶりの映画主演となる加藤清史郎。2019年11月30日から12月15日に熊本県で開催された2019年世界女子ハンドボール選手権の公式タイアップ映画としてハンドボールというスポーツの楽しさ、面白さを伝えることを目的に制作された。選手権開催地の熊本地震後の熊本県を舞台にしており、 前編熊本県で撮影が行われた。当初は2020年5月15日に熊本県での先行公開、同月22日に全国公開が予定されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い延期となった。その後、同年7月24日に熊本市の東方シネマズ、熊本桜町と菊陽町の東方シネマズ光の森で先行公開された後、 同月31日より全国公開となった。熊本の仮設住宅で暮らす高校生、清田正夫は、かつてはハンドボールに熱中していたが、震災と親友の大地の天候を機にハンドボールをやめ、幼馴染みの岡本と共に無気力な日々を過ごしていたが、ある日何気なく SNS に投稿したハンドボールの写真をきっかけに、廃部寸前の男子ハンドボール部の再建に、 奮闘することとなる。ありがとうございます。